チアルさん、まっすぐ突き出すんだ。目つきは高等技術だ。自在に動く敵、強敵のサイズはわずか 2,3 センチ。宙を舞うハエ、それも2匹同時に捕らえる難易度、とてもあんたには無理だ。俺が目で捉える。あんたの両指を。あんたはただ腕を突き出しゃいい。あんたの指、俺の眼球でくじいてみせる。開いた唾は飲めねえ。欠かされた恥、ぶっ散らかした大口。お互い進む以外の道はねえ。やっちまうしか道はねえ。後日、千葉千春は語った。バキの目を潰す気は花からなかったと。だからぶつかる寸前に拳を握ろうと。現実はそんな暇もあったのかなかったのか。奥義海岸、その名もゴキブリダッシュとか。